はいどうも徳健です、えー、今日はホームで、えー、仙台戦があり2対でで勝つことができました、えー、僕自身、えー、まだこうコンディションが上がってなく、えー、メンバーに入ることができなくてすごい非常に、えー、悔しい思いをここ何試合かしてますけどん、まあ、僕自身は、えー、やるべきことをしっかりやっていく中で、えー、あとは。 そこら辺はもう監督がね、えー、決めることなので、えー、しっかり自分の毎日の仕事を、えー、やるべきことをやってまたねしっかりこうメンバーに絡めるようにやっていきたいと思いますので、あのーまあ、怪我でも何でもないのであの僕自身はしっかりうーん怪我前のコンディションよりは上がってると思ってるので。 あのその辺をねしっかり、えー、普段の練習から、えー、ピッチ上で表現していければいいかなと思います、えー、で今日の試合あの本当にいい形で先制点が取れてあの比較的ボールも握れていたのであの割とこうずっと主導権を握れるような状況なのかなっていうふうには見てたんですけど。 うんまあ、前半ラストのセットプレーで失点してしまい、まあ、1対1になってなたので、まあ、あのまあ終了間際っていうのはまあ点が入りやすかったり、まあ、そこで本当あと何十秒我慢していれば、えー、失点しないで後半に迎えられたっていう部分ではすごくダメージはある時間帯の失点でしたけど後半の入りだったりそういった部分を。 見てみたら、あのー、その失点を引きずってる様子はなかったのでやはり昨年からずっと積み重ねてきた自分たちのこうコンセプトがある分こうやっぱりバタバタしないなっていうのはすごく見ていて思いましたただ相手もこう前からはめてくる中、あのー、ウイングがねこうジャンプしてくる中であのすごくうまくボランチを使いながらリサイクルを使って。 ボールを握れててたのかなと思ってます、あのー、やはりシーズン始まった当初よりこう相手が前からえ来るこうプレッシャーをかいくぐれるえ形っていうのは増えてきたと思いますし、えー、その辺はやはりチームの少しずつのこう積み重ねなのかなと思っております。 1>, でえーまあ、1点目はね、清がすごく落ち着いたゴールセンタリングで段差をつけた入り方をした中であのすごく落ち着いた、えー、シュートを逆サイに打って、まあ、なんかすごく清らしいゴールだなっていう部分を、えー、感じました。でまあ、2点目も キヨからのスルーパスで立、えー、が決めたんですけどやはりもう最近こう彼の左足っていうのはもう本当にセレッソにおいての武器ですしなんかもうあの辺で立がこう中にこう切り込んだらすごくワクワクするのはもうサポーター見てる皆さんもそうだと思いますし、えー、実際、ピッチ上で一緒にプレーしている選手も立、えー、のドリブルにすごく今、ワクワク えー、させられるというか、えー、そういったものを持っている選手なのかなと思います。あの今日もう見ていたらもうすごく一人なんかもう切れがあーのーなんかすごく前半から切れもあったし、いいプレーしてたのであの得点につながった本当良かったかなと思ってます。あもう本当タツがこう一対一仕掛けるときにもうほぼ取られないので。 この間だからフロンターレ戦とか名古屋戦とかは結構そこを警戒してしっかり対策え取られたんですけどまあ取られたとしてもこうサイドバックの,あの松田陸とかがそこにサポート入りながらすることでやはり縦もえ中も見せられるっていう部分ではあの今チームとしてすごくあのバランスがよくえ攻撃できてるのかなと。 思いますすそうですね、いやあのー、まあ仙台とはこの間ルヴァンカップもやってるので戦い方っていうのはある程度分かってたですけどやはり出てくる選手のクオリティがルヴァンの時より高かった分あの局面局面でねあーのー危ないシーンもありましたけどやはり全体通してチームとしてセレッソがこうクオリティを見せれた試合だったかなと思います。まあ、先ほどどもえ言いましたけど僕自身 うん毎日やるべきこともうやり続けるだけですし、あのー、このキャリア16年目でいろいろなやっぱり紆余曲折あってここまで来た中でこういったなんだろう、まあ、危機感じゃないけどうん毎日がえまあ激動というか生きてるなって感じがあのすごくしますしもちろん、試合メンバー絡めなくて、えー、もう悔しいのは。 あの悔しいですけどやはりこれもサッカーの一部だと思ってますし。